はい、皆さんこんばんは。今日は5月7日、ただいま23時40分くらいですかね。ですね、まあ今日も明日も晴れの予報なんですけど、明日からね黄砂が来そうだということで、まあ晴れててもねちょっと、空の透明度が保証できないので。今日写真を撮りに来ました。
なんか途中でね映りがおかしいと思ったら、またこれフィルターがもう閉まってますね。実に厄介でございます。ちょっとこれを拭いてね再び撮りたいと思います。はい、どうでしょうかね。あ、こんな感じで、まあ、天の川の中にあるですね、まあ、星雲というか、これ300ミリですね。で、今現在がレンズと、フィルターが、相変わらず、霜がついちゃうのでヒーターを巻いてます。多分曇ってないですね、まあ、さっきまで4、5枚撮影するごとに拭かなくてダメだったんですけど、なんか安定したのかな。この辺はなかなか難しいですね。ということで今日は、まあ、赤道儀で追尾して、アンタレス付近のですね、こう結構カラフルな、部分と、まあ、天の川の中にあるね、まあ、ちょっと星雲を撮ってみました。ちょっとね雲が出てきたので、9枚撮ってる間にもうシャープさが変わっちゃうという、あまりコンディションのよろしくない日ですけど、もうちょっと撮って帰りたいと思います。